五条先生に指定された場所に来たけど、ここは呪術保育園？保育園で任務ってどういうことだろう。みんな先生来たよ。ふん、顔は合格ね。ツナ？いつもの先生がお休みだから今日だけ新しい先生が来るんだ。ツナマヨ、シャケ、任務ってまさか保育園の先生？五条先生に騙された。先生、早く行こうぜ。スジコ？五歳よ。俺たちパンダ組なんだ。昆布、ツナマヨ、さっきからそう言ってるじゃない。なあなあ先生、パンダ組のリーダーは俺なんだぞ。なんだってパンダ組って名前だからな。リーダーはお前じゃねえだろ。生きるんじゃねえよ。そうだそうだ、お前はただのパンダだ。みんなひどいよ、パンダも傷つくんだぞ。おかか、別に喧嘩してないわよ。ツナ、スジコ、野原よ。マキだ。俺はただのパンダ。ツナマヨ、先生遊ぼうよ。シャケ、みんなでしりとりしようぜ。じゃあ俺からな。リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パ、パから始まるおにぎりの具がない。おかか、先生弱い。なんでおにぎり言葉しか言わないんだ。そういう遊びなのか。ツナマヨ、自分ってなんだ。もしかしてポケモンなんじゃない。すげえ、モンスターボールで捕まえようぜ。勝手にポケモンにしないで。自業自得だよ。人に言葉で命令できるんだ。すごいじゃん。おかか、先生も大変だな。じゃあ何して遊ぶ。俺歌いたい。先生は歌えないぞ。おにぎり言葉しか言えないだろ。あ、そうだった。学習しろよ。おかか、シャケ、そんなのダメに決まってるじゃん。先生も一緒に遊ぶんだよ。あ、そうだ、みんなで公園に行くのはどうだ。パンダもたまにはいいこと言うじゃない。先生も一緒に遊べるもの見つかるな。パンダ組出発。シャケシャケ、みんな先生思いのいい子なんだな。マーキちゃん、お手手つないでいこう。いいぞ。いいな、いいな。俺も手つなげたい。パンダはダメよ。ドバラひどいよ。なんで俺だけ仲間外れにするんだよ。パンダくんかわいそうだな。こんな時は先生の出番。ツナマヨ。先生、俺と手つないでくれるの？シャケ。先生、ありがとう。ああ、パンダが先生と手をつないでる。エコひいき。エコひいきじゃない。おかか、この子たち、すぐに喧嘩するな。公園。みんな何して遊ぶ？私はおままごとがしたい。おままごといいな。先生も一緒に遊べるな。シャケ。俺嫌だよ。おままごとなんて女の子の遊びだから。じゃあパンダは何がしたいんだ？俺は虫捕りがしたい。絶対嫌よ。虫気持ち悪いじゃない。虫捕りも先生と一緒に遊べるぞ。そうだよな、先生。シャケ。私は絶対嫌よ。おままごとがいい。私もおままごとがいいな。
なんだよ。みんなしてさっきから、俺のことを仲間外れにしたいんだろ。お前らだって嫌いだ。ツナ？どうしよう。パンダくんが泣きながらどこかに行ってしまった。おい、どこ行くんだ？パンダに強く言いすぎたか？私は自分の意見を言っただけよ。俺のせいでみんなが喧嘩してしまった。こういう時、保育園の先生なら仲直りさせるよね。辻子？ずっと前から友達だ。岡か。私優しくなかった？昆布ツナマヨ。相手の意見を聞く。私自分ばかり優先してたかも。パンダにごめんね。する。みんなでごめんね。するか。鮭ツナ。おう。パンダどこだ？出てこいよ。ツナマヨ。なかなか見つからないな。もしかして誘拐？身の代金要求？スジコ。V シネ。なんで子供がそんなもの見てるんだ？あ、パンダいた。本当だ、ブランコで泣いてる。昆布。みんな、なんでここに？さっきは悪かったよ。つい言い過ぎちまった。マキ、私も強く言い過ぎた。ごめん。ノバラ、俺もごめんな。また一緒に遊んでくれる？当たり前じゃないの。みんながしたいことを探すのよ。みんながしたいことか、なかなか思いつかないな。昆布ツナマヨ。いいじゃん。俺もさすが。みんなでお城作ろうぜ。パンダ、お城の上の方を押さえてて。うん、わかった。おい、先生も手伝いよ。そうよ、みんなで作らないと意味ないでしょ。おかか。途中ハプニングもあったけど、みんなで仲良く遊ぶことができてよかったな。その後、オスの遊び楽しかったな。城作りまたしたいな。次はもっと豪華なお城作りましょう。ツナマヨ。っていうかパンダ、なんで先生と手つないでるのよ。なんでって、ノバラはマキと手つなぎたいんだろ。今は先生と手つなぎたいの。私も先生と手つなぎたい。俺は譲らないぞ。なんでよ、私とマキちゃんに譲りなさいよ。絶対嫌だ。おかか。先生は引っ込んでろ。これは私たちの譲れない戦いなの。おかか、もう保育園の先生はコリゴリだ。こうしてトゲの先生としての一日はなんとか無事に終わった。トゲは園児たちに振り回されてヘトヘトになってしまったとさ。鮭ツナ宝明太子名前おかか。チャンネル登録よろしくお願いします。